収穫前の黒崎茶豆黒崎茶豆は、新潟県新潟市西区の黒崎地区及び、堺林地区の一部を生産地とする枝豆。中間型大豆に属する枝豆で、他の枝豆と比べて一枝あたりの鞘屋の数が多いが、栽培が難しいとされている。小平方茶豆をルーツとする品種群で、ごく、わせ茶豆、わ瀬茶豆、黒崎茶豆、小平方茶豆、 新潟茶豆、新商兵法茶豆、盆茶豆、ピカリ茶豆の8品種が指定されている。2017年4月21日に農林水産省による地理的表示保護制度により地理的表示として登録された。明治末期、または大正10年に黒崎村の昌兵法の農家の姉妹が山形県鶴岡市に嫁いだことで、 里帰りの際に白山ダダ茶豆の種子を持ち帰ったことが始まりとされている。その後、地域にあった品種改良が行われ商平紅茶豆となり、昭和40年頃まで門外不出だったが、品種を黒崎町全体に広げようという働きによって栽培地域が広まり、また品種改良により多くの品種が開発された。ABC 登録の工事。 地理的表示保護制度、農林水産省、2018年4月3日閲覧。ABCDEF、黒崎、茶豆の種類と歴史。西区役所だより、新潟市西区。2018年4月3日閲覧。登録産品一覧。地理的表示保護制度、農林水産省。2018年4月3日閲覧。登録産品紹介。 地理的表示保護制度、農林水産省、2018年4月3日閲覧、AB、新潟純、彩り瓶、黒崎茶豆、新潟市総合情報誌、日本海精霊市、新潟、新潟市、2018年4月3日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年4月3日閲覧、AB、茶豆、新潟市、 公益財団法人職の新潟国際商財団2018年4月3日閲覧ありがとうございます。